皆様、本日はようこそおいでくださいました。ただいまから NAR グランプリ2017表彰式を開会させていただきます。 NAR グランプリ2017は昨年2017年に地方競馬で活躍された競走馬並びに関係者の皆様方に対しまして、その栄誉をたたえ表彰するものでございます。最優秀勝率騎手賞は佐賀の山口勲騎手です。山口騎手は昨年219勝し 31.2% の勝率でトップに立ちました。5年連続5回目の受賞です。山口騎手、トロフィーをお受け取りください。おめでとうございます。ではここで最優秀騎手部門各賞を受賞された下原騎手、山口騎手に喜びの声を伺います。去年がちょうどデビューから30周年ということだった、山口騎手ですが、今までで一番印象に残っていることというのは何ですか？印象に残っていることですか？何でも結構です。いやでも一番最初にここに来た時ですかね、受賞した時が、まあこんな賞もらえるんだと思って、その時の印象は一番残ってますね、はい。さあ今年はどういうところを目標にしましょうか？いや、まあ目標は毎年のことなんですけど、とにかくまあ1年間通じてですね、休みなく乗ることなんで、まあそれ一つ一つ大事にやって、またこんな賞を取れればと思って精一杯頑張りたいと思います。連続受賞を伸ばしてください。おめでとうございました。山口勲騎手でした。おめでとうございました。山口騎手、5年連続5回目の最優秀勝率騎手賞の受賞となりました。今の率直なお気持ちからお聞かせいただけますか？まあ連続ですけど、毎年嬉しいことですね。いや、まあ数字に関しては、まあ自分でもすごいとは思いますけど、そのまあレースには関係なく、まあ一つ一つやってきた成果だと思ってます、はい。勝率というところに山口騎手、非常に強いこだわり持たれてるんでしょうか？いや、そんなことはないですね。とにかく、まあ、一つ一つ大事に乗ることがまずは大事だと思ってますけど、はい。とにかく一日でも休まなくですね、レースに乗って、まあこういう成績残せたことは関係者にも乗せてもらってありがたいことですし、自分としてもいい年になったんじゃないかと思います、はい。なるべく今数字にはこだわって騎乗しないんですけど、まあ4戦勝というのもみんなが支えてくれたおかげだと思ってます、はい。年長の方ですから、まあ数字にはこだわらずに、まあ騎乗していきたいと思ってますけど、毎日、はい。ご自身一番大切にされていることっていうのはどういったことになりますか？まあそうですね、まあ馬とのコンタクトはもちろんですけど、まあまず去年もらった制裁なしのああいうこともやっぱりフェアで乗りたいというのがあるんで、そういうことは心がけてますね、はい。まあ、今年のこれからの目標とされていることをちょっと最後に伺ってもよろしいでしょうか？まあ、目標っていうか、もうそのさっき話したように、とにかく、まあ、年間休まなく乗ってですね、その後にこういう数字が取れて、まあ、このような賞が取れれば一番いいと思いますけど、はい。でズバリ、まあ、来年もこの場で6年連続6回目と行きたいというところでしょうか？いやいや、もうそれはもちろんです、はい、頑張ります。本当におめでとうございました。佐賀の山口勲ジョッキーでした。佐賀競馬ファンの皆様、山口勲です。5年連続で今年も受賞できました。ファンの皆様の応援のおかげと思っております。今年から、4月の年度替わりからですね、佐賀競馬も
平日の開催もありますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。